これより会議を開きます。内閣提出、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日参考人として日本銀行総裁上田和夫君、副総裁内田眞一君の出席を求め意見を聴取することとし、また政府参考人として内閣官房内閣審議官鹿沼仁君、外務省大臣官房参事官片平聡君、財務省主計局長新川博嗣君、主計局次長前田勉君、主税局長住沢仁君、理財局長斉藤道夫君、国際局長三村敦史君、厚生労働省大臣官房審議官大坪博子君、大臣官房審議官本田則恵君、中小企業庁事業環境部長小林浩二君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官石川武史君、大臣官房サイバーセキュリティ情報化審議官上田浩二君、大臣官房審議官田部井貞明君、大臣官房審議官小杉雄一君、大臣官房審議官茂木明君、防衛装備庁長官官房審議官春日原大輝君、技術戦略部長堀江和弘君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。櫻井秀君。委員長。立憲民主党無所属の櫻井秀です。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速質問に入らせていただきます。まず大臣に2月8日のこの財務金融委員会での大臣所信についてお尋ねをいたします。この大臣所信、毎年やっていただいているわけ、毎国会の都度やっていただいているんですが、今回の所信の中には、これまでなかった表現が入っていたと。それは有事であっても、日本の信用や国民生活が損なわれないようにするため、平素から財政余力を確保していくことが不可欠、こういうくだりが入ってございました。この今、防衛財源、倍増するんだという話がある中で、しかし、財政の健全な財政を維持していくということも大事だということを、あえて強調されたんだというふうに思います。で、そこでお尋ねなんですが、この有事、平素というふうにお話しされましたけれども、この定義はどういうことを意味するんでしょうか。また財政余力、どういう意味でしょうか。鈴木財務大臣。おはようございます。ただいまの有事、そして平素、財政余力という発言をしたわけでありますが、どういうような意味合いを持って発言したかというご質問だったと理解をいたします。有事と平素の示す意味につきまして、一概にお答えすることは難しいわけでありますが、有事とは例えば我が国に対する武力攻撃が発生した場合とか、経済財政運営上は自然災害や感染症等が生じた場合も含め、財政需要が大幅に拡大し、平時、すなわち平素とは非連続的な対応が求められているような状況が想定されると理解をしております。そして私が財政演説の中で申し上げた財政余力の確保とは、先日したような有事の際に大幅な財政需要が増加するような場合にあっても、必要な資金を市場から調達することができるように、しっかりと財政基盤を維持、強化することにすることでありまして、そのためには、我が国財政に対する市場からの信任を確保できるような財政運営を行うことが必要だと理解しております。この点、昨年12月に閣議決定されました国家安全保障戦略におきましても、我が国の経済は海外依存度が高いことから、有事の際の資源や防衛装備品等の確保に伴う財政需要の大幅な拡大に対応するためには、
国際的な市場の信認を維持し、必要な資金を調達する財政余力が極めて重要と記されているところでございます。委員長、櫻井秀君。いや、端的にお伺いしますが、財政余力って今どれぐらいあるんですか。鈴木財務大臣。我が国の財政状況も大変厳しいものがあるわけでありますが、しかし市場においてですね、そうしたこの信任というものは、まあ、得ていることができておりまして、まあ、市場においては、そうした資金をですね、まあ、調達できる状況にあるということであります。まあ、これをまあ数字でですね、どれぐらいあるということを示すのは、ちょっと難しいんだと思います。櫻井秀君。いや、市場で資金調達できるとおっしゃいましたが、本当の意味で市場から調達できているのかというと、そうではないんじゃないのかなと。日本銀行が大量に国債を買っている、ね、今も発行済みの半分以上、日本銀行は持っていると、これで、まあ、市場の信任を得ている状態とは到底言えないのではないのか。まあ、日本銀行の金融政策、まあ、新しい総裁、この後いらっしゃる、ということでございますが、これから来週、また金融政策決定会合ございますけれども、そこで方針が変われば、それこそこの財政余力というのは、実はもうほとんどないということになるかもしれないということで、ちょっとこの点は指摘をまずさせていただきます。それから、この、まあ、有事と平素の違いですけれども、感染症ですとか、あと、まあ、物価高だとか、それから不況だとか、いろんなことを言って、いつも有事になっているんではないのかと。で、補正予算の金額を見ても、なんかもう、最近、なんかすごい金額になっちゃってますね。10年前では考えられなかった、一桁多いような補正予算の組み方になってしまっているということで、まあ、いつも有事と言っているから、財政余力を確保する平素がなくなっちゃってるんじゃないか、こういう心配もするんですよね。で、ちょっとここを、まあ、やってると時間がなくなってしまうので、次の質問に行かせていただきますけれども、これ、3月31日の閣議後の記者会見で、これ、財務大臣の発言です。子ども政策強化の財源について問われて、財源が一つの課題になるわけでありますが、その際、恒久的な施策については、には恒久的な財源が必要というふうに発言をされています。で、防衛力強化についても、恒久的な施策には恒久的な財源が必要という原則が当てはまるのかどうか、これを確認させてください。鈴木財務大臣。予算編成にあたりましては、従来より、骨太の方針等に基づきまして、財政規律の観点から、まあ、真に必要な財政需要に対応するため、恒久的な歳出を大規模に増加させる場合には、これに対応した安定的な財源を個別に確保することで、まあ、対応してきたところであります。抜本的に強化される防衛力につきましても、将来にわたって維持・強化していかねばならないことから、これを安定的に支えるためのしっかりとした財源が不可欠であると、そのように考えております。総理も発言をされておりますが、将来世代に先送りすることなく、今を生きる我々の将来世代への責任として対応してまいりたいと、そのように考えております。櫻井秀君。今、この確認させていただいたとおり、恒久的な施策には恒久的な財源というふうに、おっしゃいましたが、ただ、まあ、実際のところを見ると、この新たな防衛力整備計画に関する財源の確保という観点からしますと、この歳出改革で1兆円ぐらい捻出するとか、決算剰余金の活用とか、まあ、防衛力強化資金、これ、まあ、一発物で集めてきたものですよね。これで 0.9 兆円確保するとか、おおよそ恒久的な財源とは言えないもので積み上げていると。で、唯一恒久的だなというふうに思えるのが、この復興税の流用ということで、
これじゃあ、とてもじゃないですけど、恒久的な財源を確保したとは言えないのではないのかなというふうに思います。ちょっと次の質問に移らせていただきます。これまた大臣の、これは岸田総理の発言でございますが、衆議院予算委員会1月30日でございます。現在の中国の対外的な姿勢や軍事的動向、これは戦略的な挑戦であり、我が国の総合的な国力と同盟国、同志国との連携により対応すべきものというふうに答弁をされております。これ、倍増させる防衛費の財源を安定的に確保する必要が生じているという現状、これは中国の戦略的な挑戦が理由というふうに受け止めてよろしいでしょうか。鈴木財務大臣。昨年末に制定されました国家安全保障戦略におきましては、インド太平洋地域の安全保障環境と、我が国の安全保障上の課題を認識した上で、我が国周辺における軍備増強の急速な拡大などに対応すべく、防衛力を抜本的に強化していくこととされておりますが、これにつきましては、特定の国、地域を脅威とみなし、軍事的に対抗していくという発想には立ったものではありません。これは防衛省もそのように答弁をしているところであります。で、国家安全保障戦略に基づく防衛力整備計画では、1年以上にわたって議論を積み重ねる過程において、今後5年間に必要となる防衛力の内容を積み上げ、防衛力整備の水準として43兆円程度が導き出されました。他方で、予算編成にあたっては、従来より骨太の方針等に基づきまして、財政規律の観点から真に必要な財政需要に対応するため、恒久的な歳出を大規模に増加させる場合には、これに対応した安定的な財源を個別に確保することで対応してきたところであります。抜本的に強化される防衛力につきましても、将来にわたって維持強化をしていかなければならないことから、これを安定的に支えるためのしっかりとした財源が不可欠であると、そういうふうに考えております。櫻井周君。今のご答弁では、特定の国を名指しするものではないというご趣旨でございましたが、ただ、岸田総理は予算委員会で、中国の戦略的な挑戦って、はっきりおっしゃられているわけなんですが、そこが念頭にあるんだろうというふうに思います。で、その上でですね、本日お配りしております資料でございますが、日本と中国の名目 GDP と、それから国防費、防衛費の推移をこのグラフにしております。折れ線グラフの方が GDP の方で、棒グラフの方が国防費、防衛費ということになります。これ見ますと、中国、確かに防衛費、国防費が増えておりますけれども、増え方を見ると、GDP の増え方の方が大きいわけですよね。つまり、GDP に対する国防費の予算というのは、必ずしも増えているわけではない。経済的な成長に伴って、この国防費も増えているというところです。ところが、我が国の場合は、この GDP が増えてないという中で、この防衛費を増やそうとするから、いろんなところで無理が出てくるのではないのか、こういうふうに心配をするわけです。経済的な、我が国の経済的な停滞、特にこの10年間、もう第二次安倍内閣以降、実質 GDP 成長率マイナスという状況です。で、この10年間で日本と中国の GDP のこの差、もう4倍に開いてしまっているわけなんです。これだけの経済力の差があるんだから、これを日本がこの国防費、防衛費で中国と競っても、もう到底ちょっと勝てないんじゃないのか、こんなふうにも考えるんですが、大臣はどのようにお考えですか。鈴木財務大臣。繰り返しになる部分がございますけれども、昨年末に策定された国家安全保障戦略におきましては、中国の安全保障上の動向を含めた、インド太平洋地域の安全保障環境と、我が国の安全保障上の課題を認識した上で、我が国周辺における軍備増強の急速な拡大などの安全保障環境に対応すべく、
防衛力を抜本的に強化していくこととされているところであります。その上で防衛省からもたびたび答弁があるとおり、我が国の防衛力整備は特定の国地域を脅威とみなし、これに軍事的に対抗していくという発想には立っておらず、その内容規模についてはあくまで我が国への侵攻が生起した場合に同盟国同志国と連携しつつ国民の命を守り抜けるか、防衛省においてシミュレーションを行い、防衛力の不足等を検証した上で導き出されたものでありまして、防衛費増加で中国と競っている、軍拡競争をしているというものではないと、そのように理解をいたしております。櫻井周君。はい、軍拡競争しているわけではない、競争してなくても、倍増させるわけですからね、相当、財政的な負担になるわけです。でこれ中国には孫氏という方が大昔いらっしゃって、孫氏の兵法では戦わずして勝つのが上策というふうに言っていたというふうに聞いて承知しております。でこれ逆に裏を返して言えば、日本はこの財政で行き詰まれば戦わずして負けることになるんじゃないのか、そんな心配もするわけです。10年前中国は経済力で劣るということを自覚をして、多分無理な軍拡はしてこなかったんだと思うんです。身の丈を超えた防衛費はかえって身を滅ぼすことになるのではないのか、心配をしますし、大臣もそういう心配をしていたからこそこの、大臣所信2月にこの平素から財政余力を確保していくことが重要と不可欠と、そういう表明をされたんだというふうに思うんですが、これ大臣いかがですか。身を滅ぼすことになりはしませんか。鈴木財務大臣。我が国を取り巻く安全保障環境、これが厳しさを増している中で、防衛力を5年以内に抜本的に強化をし、さらに将来にわたって維持強化していくこと、これは我が国にとって極めて重要であり、喫緊の課題であると、そういうふうに捉えております。そしてその財源確保にあたりましては、必要な財源の約4分の3につきましては、国民の負担をできるだけ抑えるべく、歳出改革や税外収入の確保などあらゆる工夫を行うことにより賄うこととしており、それでも足りない約4分の1について税制措置でのご協力をお願いしているところでありますが、現下の家計を取り巻く状況等を踏まえ、個人法人への影響に最大限配慮する仕組みにするなど、国民の負担感を払拭できるよう、政府として努力をしてまいります。でその上で、櫻井先生ご指摘のとおり、我が国の安全保障の礎でもある経済成長の基盤の強化、これにも不断に取り組まなくてはならない、取り組むことが重要であると考えております。政府としては新しい資本主義の旗印の下、官民連携で成長分野への投資や人への投資を推進することで、成長と分配の好循環を拡大をし、力強い成長の実現に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。櫻井周君。そもそも、今回この財源、防衛力強化のための財源を確保するという法律案なわけですが、これ普通に考えれば、こうした予算、毎年、予算編成、財務省でしているわけですから、そこで毎年手当をしていけばいいじゃないかと、なんでわざわざ法律が必要なのかということについて、これ、本会議でも質問ありましたけれども、それに対して明快な答弁はございませんでした。で逆に言えば、こういう防衛力の強化のために財源確保が必要というんだったら、例えば倍増する子ども・子育ての予算、これにも財源確保が必要なのかなというふうにも思うわけですが、こちらについても財源確保、用意されるんですか。
鈴木財務大臣。令和5年度予算におきましては、防衛力強化のための税外収入として、4.6 兆円を確保したところでありますが、このうち外為特会からの進行年度中、つまり令和5年度における剰余金の繰り入れ 1.2 兆円、それから財頭特会、財友勘定からの繰り入れ 0.2 兆円、国立病院機構および地域医療機能推進機構からの国庫納付金 0.1 兆円の合計 1.5 兆円の税外収入を確保するためには、この法律案による特別の立法措置が必要となるところでございます。で、その必要性のまず第一といたしますと、そしてまた必要性、さらに必要性について申し上げますと、この法律案におきましては、さまざまな取り組みにより確保した税外収入等を、令和10年度以降も含めて、防衛力の整備に計画的、安定的に充てるための継続的な仕組みとして、防衛力強化資金を設置することとしておりまして、令和5年度予算において、防衛力強化のために確保した税外収入 4.6 兆円のうち、令和5年度の防衛力強化のために必要な額 1.2 兆円、これを超える額であります 3.4 兆円をこの防衛力強化資金に繰り入れ、令和6年度以降の防衛力強化のための経費に充当することといたしております。このような対応によりまして、現時点で確実に確保できる財源については、先送りすることなく現時点で確実に確保しておくことは、防衛財源の安定的な確保に向けた道筋を示すために重要であると、そのように考えておりまして、そのためには本法律案がの成立が必要不可欠であると、そのように考えております。また櫻井先生から子ども子育て政策についても財源確保法のようなものが必要なのか、必要なのかなのではないかというのご質問がございましたが、子ども子育て政策につきましては、今後必要な政策強化の内容、予算、財源について総理の下でさらに具体的な検討を深めていくものと、そのように承知をしております。従いまして、現時点においてそうした法整備の要否を含め、子ども政策の財源確保について確定した方針はありませんけれども、子ども政策を強力に進めていくために必要な安定財源については、国民各層の理解をいただきながら、社会全体での負担の在り方を含め幅広く検討を進めていくこと、このことが重要であると考えているところであります。櫻井秀君。ちょっと答弁、あんまり関係ないところの答弁が長いんで、もっとコンパクトにお願いいたします。私も一応丁寧に通告させていただいているんで、そこはよろしくお願いします。で、今ご答弁の中で防衛力整備についての財源については、これ3月1日の参議院予算委員会でも質問があって、辻元清美議員の質問に対して大臣はもうギリギリ確保したと、で雑巾絞ってももう一滴も出てこないというところまで確保し頑張ったんだという、でそれでその上で足りない部分を復興税の流用にで当てるんだという、こういうふうにご答弁をされているわけなんですね。でもこの子ども子育てにこそ、昨年の出生数80万人下回って まさに我が国の国家の存亡の危機ですよ。そこに財源は確保しようにも、もうこれギリギリまで確保しちゃったわけですよね。残ってないじゃないですか。で、6月で、そうやって質問すると、6月まで、6月の骨太方針までに向けて、を検討しますというふうに答えて、先送りするんですけど、もう先送りしたって、もう全部、雑巾絞っちゃってないわけですから、どうするんですかということなんですけども、多分同じことを聞いても、6月の骨太方針という答弁しか返ってこないと思うので、ちょっとそれはもういいですけれども、そのことは指摘をさせていただきます。
で次にですね、ちょっと別な質問、ちょっと1個飛ばして、質問させていただきます。日本は、国債を大量に発行しているものの、自国通貨建ててあるから、財政破綻することはない、というような、意見も世の中にはあるようです。財務省はどのようにお考えなのか、お答えをください。鈴木財務大臣。日本の財政でありますけれども、家計の金融資産、それから経常収支の黒字などを背景にいたしまして、大量の国債を国内で低金利、かつ安定的に消化してきたところでございます。で一方、ひとたび財政の持続可能性への信頼が損なわれれば、金利の上昇等を通じまして、利払い費が大きく増加する恐れがあることや、自国通貨建ての国債の場合であっても、通貨の信任を失えば市場からの資金調達が困難となる可能性があることなど、財政面において重大な影響が及ぶことが考えられます。今後もこれまでと同様の環境が継続する保証はない中で、市場や国際社会における中長期的な財政の持続可能性への信任が失われることがないように、歳出歳入両面からの改革を進めていくことで、責任ある経済財政運営に努めてまいりたいと、そのように考えております。はい、委員長。櫻井周君。はい、そうですよね。内国債だからといって別に大丈夫ということでは決してない。かつて、第二次世界大戦中に、軍事費が膨張し、戦後は預金封鎖、信用切り替え、資産課税、戦時保障特別措置税、これ税率 100%。の実質的な債務の踏み倒しをやって、切り抜けたわけですよね。でしかもハイパーインフレもあったと、自国通貨建ての国債だから大丈夫とはならない、でしかもこれはこの当時だからできたんで、今は国際的な資本 のやり取りは簡単にできますから、それこそスマートフォンでクリック一つでできるわけですから、そうすると、こういうことすらできないということで、もうやりようがなくなってしまうという、そういう危機感もちょっと我々持っておくべきだということも指摘をさせていただきます。でそれからちょっと次の質問なんですが、特例公債法4条で、各年度において、同項の規定により発行する、公債の発行額の抑制に、努めるものとするという規定があるんですが、予算執行の見込みがない場合には、その、金額に見合いの赤字国債の発行を抑制するというふうに規定されているというふうに、理解をしております。でそこで、決算剰余金の仕組みはどうなっているのかということをお尋ねするんです。つまり、予算執行状況から赤字国債発行の抑制、するような、そういう方程式があるのかどうなのか、決算剰余金は恒久財源には当たらないと考えますが、どうですかということについて、主計局長、よろしくお願いいたします。財務省、新川主計局長。お答えいたします。決算剰余金についてお尋ねございました。剰余金は歳出の不用、あるいは税収の等の歳入の増減の結果として、その金額が確定することになります。委員ご指摘になりましたように、特例公債の発行額の調整は、この特例公債法の規定に基づきまして、出納整理期間における歳出不用、あるいは税収の見込み等を踏まえて行っているものでございます。他方で、決算において歳入結果にならない、こういった点についても留意する必要がございますので、結果において、毎年一定程度の金額の決算剰余金が生じているところでございます。ただこの特例公債の発行額の調整は、あくまでその発行額を可能な限り、必要最小限度にとどめるために行っているということでございまして、例えばこれを恣意的にコントロールする、あるいはそれによって決済剰余金の額をコントロールすると、こういったことは考えておりませんし、そうした運用は過去において行っておりません。櫻井周君。いやいや、今、デジタル化はどんどん進めますよと、DX だと政府を挙げて言ってるわけですよね。そうすると、予算の執行状況だって、もっとリアルタイムに分かるはずでしょう。民間企業って普通にそうしてますよね。そうすれば、この1兆4000億円もの平均して毎年、この決算剰余金が発生するなんてこと、ないんじゃないですか。もっと赤字国債抑制する努力をすれば、ほぼゼロにできるんじゃないんですか。そういう努力をせずに、この今回、防衛、力強化の財源として、この決算剰余金に当てにするっていうのは、
赤字国債の発行抑制を怠けるということと、それから怠けることを前提に恒久財源であるかのごとく振る舞う、まあ、二重の意味で国民に対する裏切り行為だと思うんですが、いかがですか。新川死刑局長。決算剰余金につきまして、まずその決算剰余金、先ほど申し上げましたように、歳出の見積もり、それから歳入の動向等を踏まえて、できる限り赤字公債を縮減する観点から調整を行っているものでございますが、例えば税収の振れ幅で一番大きいのが法人税ということになりますけれども、その振れ幅の最も大きい影響が出ますのは5月分税収ということでございまして、こういったものの見通しにつきましては、どうしても見通しがたい部分がございます。先ほど申しましたように、できる限り正確な赤字公債の縮減に努めてまいる一方で、歳入結果という事態は避けねばなりません。まあ、こういった努力の中で、一定程度の決算剰余金が生じているところでございます。それから防衛力強化の財源措置としての決算剰余金の活用ということで申し上げれば、まあ、こうした今申し上げたような特例公債の発行額に抑制に努めた後であっても、まあ、直近例えば10年間例にとりますと、どうしても平均で 1.4 兆円程度の決算剰余金が発生しております。これを踏まえまして、財政法上国債または借入金の償還財源に当たる2分の1を除いた 0.7 兆円程度の活用を見込んでいるということでございまして、したがって繰り返しになりますが、特例公債の発行額の抑制、こういったことを努めた上で、この過去10年の実績等を見据えて、この先毎年平均すれば 0.7 兆円程度の活用を見込めると、こういう見積もりを作っているところでございます。櫻井秀君。恒久財源かということが一切答えてないんですけど、答えさせていただきます。恒久財源化の指摘についての答弁をお願いします。新川死刑局長。決算剰余金含め安定財源そのものをどのような財源と位置づけるべきかということについて申し上げます。決算剰余金、これは毎年年度によって変更が生じうるという意味では、単年度で見れば一定額の財源が確実に見込まれるというわけではございませんが、ただいま申し上げたように、過去の例等を踏まえまして、毎年 0.7 兆円程度の 税外収入としての決算剰余金を見込むことは一定の根拠に基づくものであり、この防衛力強化財源、防衛力強化資金等を通じまして、この防衛力の安定的な維持強化のために必要なしっかりとした財源の一部をなすものというふうに考えております。櫻井秀君。今なんかしっかりしたとかっていう曖昧な表現で逃げましたけれども、決算剰余金は恒久財源ではないということでご答弁いただいたというふうに受け止めさせていただいてよろしいですかね。でちょっともう最後、時間ないんで、答弁がなくて、時間がなくなっちゃったんで、最後の質問させていただきますけれども、これ、防衛、5年間の防衛費総額について43兆円で決着ということですが、その過程において、この新聞報道では、財務省は当初35兆円と主張していたと、防衛省は48兆円というふうに主張し、まあ、政治決着で43兆円になったというふうにも報道されております。で、財務省が35兆円と主張したんであれば、その算定の根拠を教えてくださいということです。で、それからあともう一つ、防衛費に、これね、他の予算については無駄を一生懸命削減しましたっていうんですけど、防衛費について無駄、ちゃんと削減したんですか。例えば参議院予算委員会で辻元清美議員も指摘をしておりますが、無人偵察機のグローバルホークについて、これ、購入費613兆円、維持費に2951億円、3564億円かかっていて、これ、9年前に3機購入の契約をしたんですが、1機はいまだに購入されていない、9年経って、まだ納入されてない、しかもこれ、旧式で中国の脅威に対応できないとして、アメリカでは2年前に退役が決定をしている、そんな代物です。で、こんなところにお金使って、これ、無駄遣いでしょうというふうにも思うわけです。
イージス・アショアは陸と海で迷走してて、これもどんどん予算膨らんでます。辺野古の基地建設についても、当初の予算のもう3倍以上に膨らんでおります。防衛費の無駄はちゃんと削減したんですか、いかがですか。新川主計局長。お答え申し上げます。予算編成の過程におきましては、防衛省ともさまざまなやり取りをしたところでございます。そうした中で、財務省といたしましては、安全保障環境が厳しさを増す中にあって、防衛力の5年以内の抜本的強化は我が国にとって極めて重要と、この点については、理解をしたところでございますが、防衛力強化の内容について、実効性や実現可能性の観点から精査する必要があること、あるいは防衛力抜本的強化を前提に必要となる国民負担はできる限り小さくなることが望ましいと、こういったことを申し上げてまいりました。閣議決定されました防衛力整備計画等では、こうした点も配慮いただいたものと認識しております。他方で、今ご指摘のありました、5年間の防衛関係費の総額について、財務省の側から具体的な金額を提示した事実はございません。それから防衛費の強化の中身について、その実効性、実現性、こういった内容から十分精査を行っていただくという指摘を私どもからしたところであり、防衛省においてもそういった内容を検討され、この整備計画に反映していただいたものと理解しております。櫻井秀君。防衛費の中の無駄遣い、ちゃんとチェックしているのかということに対しても明確な答弁がなく、これで本当に防衛力強化にもつながらない、財政を破綻する。とんでもない法案だというふうに言うことを最後申し上げて質問を終わらせていただきます。